えー、それででは土井選手ですまず清水戦4 0快勝でしたけども、まあ、途中出場でしたけど見ててどううででしたそうですね、まあ、相手の、えー、ミスもあり、うんえー、そこを突いて、えー、1点目、まあ、2点目もそうですけど、えー、取れたのは、えー、だいぶ有利に、えー、進められる状況になったんじゃないかなと思う、ねうんで。やっぱり最初の 1、えー、一つ目の決定機で決めきれたっていうところは、えーまあ、90分間通してすごくあの重要なポイントだったのかなとは思います、うん、まあ3点目、まあ、見事なというか絵に描いたようなカウンターだったと思うんだけど、はい、あそこ選択エベだったじゃん、はい、外あの左側使うかなと思わせておいてエベ使ったその辺はやっぱもう見えてたそうですね、えー、ドリブルしながら えーまあ、2つ3つぐらい、えー、選択肢あったんですけど、うん、まあ相手があ、まあ、味方というよりかは相,、えー、相手の動きを見てて、えー、僕はずっと、あのー、松岡選手の顔をずっと見てたんですけどそうですねエビが走って、うんえー、僕が出した時に。 えー、もうエベを全然見てなかったんで、うん、あこれはもう俺は撮れるなと思ったんで、えー、まあエベもその後、えー、よく、あのー、スさんのとこ見えてたし自分もスさんに入ったタイミングで、あのー、もう一個スピードアップして、うん、中に入ってたんですけど龍二、まあの方が、えー、いい状態 ゴールを取れるポジションにいたので安さんの選択が素晴らしかったですし、えー、折り返しも、えー、抜群でしたし竜ジ、うん、もしっかり、まあ、一見決めるだけという感じのゴールでしたけど結構難しいと思う、うん、シュートだったので、えーまあ、手に絡んだ選手全員があのベストな選択をできた、えー、素晴らしいカウントだったかなと思いますイメージをこうう、ね、共有できたというかね。はい いやエベ打つんじゃないかなと思ったけど、はい、最初はちゃんとねあそこで安に出したしあの辺が本当にまあまあ素晴らしいうんカウンターだったなっていうのは、ね、で結果的に4 0、あのー、ま0、あ、前節悔しい敗戦した中で、あのー、いい勝ち方だったんじゃないかなと思いますけどその辺はそうですねやっぱりあのさんまさんも、まあ、こう引きずらないというか、うんえー、また 上に上がっていくためにここで、えーまあ、負けられないっていうことを、えー、話してましたし奥野さんも、えーまあ、もちろん先発で出る選手はもちろんそうだけどやっぱ途中から出る選手がこう勢いを持って強く入れるように準備しろっていうところも言われてたんで、うん、それを全部あの体現できたんじゃないかなと思いますし。 11人だけじゃ、えー、年間、えー、30試合40試合というところ、うん、戦えないんで、えー、やっぱり11人、18人、えー、30人、えー、全員がしか準備した結果というところが、えーまあ、4対0というところにつながったと思います、うんまあ、次、中2日でまたアウェーで F ・マリノス戦になります。 12、3試合負けなしだと思うんですけどもその辺はどう見てます、うん、やっぱりすべ、えー、て本当にうまくいってるなっていう印象だし、うん、ですし、まあ、どん本当に誰が出ても、えー、マリノスさんがやろうとしてるサッカーを体験できてるなっていうのは、えーまあ、すごい印象にありますし、うん、まあ前回 ときはもうまあ正直負けてもおかしくない試合展開どっちが勝つか分からない試合展開だったんで今回もそういう試合をしつつ楽しみながら僕らがシーズン2連勝できるように間は短いですけどしっかり準備できればなと思いますそういう相手に対してこう勝つことによってより勢いっていうのが出てくると思うしまた 上との差っていうの縮まるから、はい、そういう意味では非常にこう大事なゲームになるよね。まああれだけあの川崎さんと離れてた、えー、勝ち点がおとうとう埋,埋まってしまったっていうところで裏を返せばまだまだあの下の順位にいる僕らでも、えー、やっぱりそういうチャンスはあるっていうところはあると思うんで、うんえー、それをこう。 のきっかけにできるような試合かなと思うので、まあ、大事なになにるかなと思いますま最後に、ね、勝ち点さんを期待しているサポーターたくさんいると思います。打ンで間違いなく観戦してくれると思うんですけども、はい、そのサポーターータにメッセージをお願いします、はいえー、清水戦は鹿島サポーターはな,なかなかあの入場制限もあって、えー、スタジアムで見れない方も多くいたと思うんですけど。 応援してくれてるっていうのはあの選手僕らすごい感じてますし、えー、それをまた、えー、次の横浜戦でも、えー、引き続き僕らの力になってもらえればなと思います、えー、応援よろしくお願いします期待してます頑張ります